はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は白洲高校配信開始となりましたので、やっていきたいと思います。野手でやっていきます。で、デッキの方なんですけれども、前回ガチャで手に入れた赤原を入れてます。とあと、白洲のマネージャーキャラクラヤちゃんもお借りしてますと。で、赤原に関してはちょっと新キャラなので、見ていきますと、新しい方のコツテーブルですね、コツイベントボーナス 60% ありますので、コツで経験点をもらうときに50いくつ手に入る方になります。あとミートコツもね、所持してるんですけれども、シラスはね、ちょっと高校の性質上コツがランダムに、なる可能性がかなり高いので、まあ、ミートコツが生きるのは他の高校で使った時の方が恩恵は高いかなと。コツイベント率アップ 40% で、固有持ちになります。タックボーナスと試合経験点ボーナス、試合経験点ボーナスはシラスに合ってる形になりますね。とあと技術ボーナスがつきますというところになります。で、シラスはね、ちょっといろいろ細かいところが高校の特徴としてあるので、まあ、それはまあいろんな方のブログとか攻略サイトを見ていただく感じで、一応今回、永久期間の大谷を、入れてますというところですね。まあ、あとはやりながらちょっといろいろ語っていきましょう。初回の練習はもう本当に評価上げになるので、この2人でいいや。でね、最初の練習が終わったところでなんかいきなりもう回復が入るんで、まあ、よっぽどじゃない限りは精神以外の練習をした方がいいかなと思います。あとはクラヤちゃんの評価を上げながらいきましょう。で、お守り今回ね、持ってきてるんですけれども、最悪ね、妄想を使えばお守りもいらないかなと思ったんですけれども、一応持ってきました今回は。まあ、クリスマスはね、どうしても間に合わせたいので、まあ、せっかくなんでちょっとイベントも見ていきたいといったところですね。で、妄想があって、で、これ何なのかっていうと、練習に参加していないキャラが、イベキャラとして出る可能性もあります。今回はモブキャラなんですけれども、その場合はイベントを強制的に起こせます。で、いないときはモブキャラになってて、上のチームデータですね、まあ、これが、チームとしての力なんですけれども、まあ、それを上げることができます、ランダムで。というところですね。あと、そうか、自分の能力とかここに表示されるんだ。まあ、今回は、コツがないので、まあ、とりあえずまた評価上げていきましょう。で、雷はね、めった打ちを金徳でくれるんで、ホムラちゃんのバレンタインイベントで骸骨の固め打ちを確実にゲットできるといったところで、一応そんな感じで入れてます。んー、ちょっとコツが来ないね。どうしようかな、3人か。あー、なぎちゃんいるね、ここにしよう。ダブパワーで、まあ妄想コマンドを発動すれば、まあ、強制的に告白とかも出せるんで、そうだね、中心的に上げていけば、これで一応青と赤があるんですけれども、ここは誰だ、こうやってみるのか、赤原、こうやってみるのかアプリとちょっと違うね。赤原が、ミート46あるんですよ。で、自分のミートが16なんで赤原より低いじゃないですか。その時は赤骨になって、なんか赤原にね、指導してもらうっていうことになります。で、そうするとコツイベントの方が赤原の持っているコツレベル1でもらえるのと、経験点がちょっぴりもらえます。で、青の場合はホムラちゃんの筋力は出てないんですけれども、まあ、自分のパワーの方が高いので、ホムラちゃんに指導してあげるっていうことになって、全コツのうちランダムでレベル2が手に入って経験点が入りますと。で、あと大谷くんなんですけれども、大谷くんは投手がメインになるので、別にそのどの能力を比べるってことはないんですよ。絶対この青コツが来る形になります。で、そうすると、絶対青コツが手に入るんですけれども、もらえる経験点が、まあ、通常の人よりちょっと低めにはなってますね。で、ここは体力減ってるんで、まあ、青コツもあるし、大谷くんでいきましょう。まあ、指導をしてあげると。で、いかにね、青コツを踏めるかっていうところですね。で、青コツを踏むと、踏んだキャラクターの
能力が上がります。コントロールが35上がったと。で、新しいコツ、守備職人2ですね。で、ポイントがちょいちょい手に入ります。で、28ですね。普通のキャラクターと比べればちょっと低めになります。で、あと通常の、イベキャラに関してなんですけれども、初期能力値が少し下がってます。具体的には4分の3だっけ、4分の3スタートになってるんで、まあ、青コツをね結構いっぱい踏もうとすると、初期能力が弱いキャラの方が踏みやすいですね。早いな、ラブパワー切れたの。あとそうですね、妄想が来てるので、これをやるとクラヤちゃんのイベントを強制的に起こすことができます。まあ、告白が来るか通常イベントが来るかはそっちはランダムなんですけど、あ、告白来たね。まあ、これがあるからといってね、招き猫がねいらないかって言われるとそうでもないんだよね。やっぱりあんまりこれやりすぎるとこれターン消耗するんで、練習回数がねどうしても減っちゃうんで。でクラヤちゃんに関してはフィッシュで彼女にできますね。であとまあ最後回復はしなかったんですけれども、体力がねちょっと回復するのとやる気が上がりますと。まあ、本当に何にもやることがないときは、まあ、妄想コマンドを活用してもいいと思います。でどうしようかな。クラヤちゃんはね何気にねいいやつになれるんですよ。一応練習見る。赤原がやっぱちょっと低めか。どうしようかな。2ターン消耗しちゃおうか。体力マックスだけどな。まあいいや、やろう。まあ、ここはね何目的かっていうと、クラヤちゃんの今日のお昼はおかずをあげると。ちょっともったいなかった気もするけど、ターンがでいいやつになるんですよ。これ多分確定だと思います。早っ。あっという間がどんどん終わっていくな。そしてここもな、回復が入るんだけどね。まあまあまあ最初なんでね、一応こんな感じですっていうサクセスができればいいと思います。情熱、お、最初の方にこれが起こってくれるのも結構いいね。監督評価とチームメイト評価が上がるんで、そうすると、まあ、また評価上げですね。で雷くんの金徳、これは最初は勝手に進んでいくんでポイントだけもらっときましょう。で大谷くんか、んー、どうしようかな。ムードを取っておきますか。でムードは早々に潰しちゃいましょう。そうで青コツをね踏んだ時に全コツからね本当にランダムでコツが手に入るんですよ。ちょっとまた見てみると体力が体力がないんだけど、で本当にランダムなんで、経験点が少ないやつは先に潰しておいた方がいいですね。まあ悪球打ちと、まあ代打も潰しちゃっていいし、ヘスラ体当たり、ムード守備職人もまあ2で潰しちゃっていいでしょう。でブロックをねどうするかっていうところがあるんですよね。で俺はシラスをねやるときだけに限ってはブロックもね潰しときます。いらないんだけど。でね気分屋はねさすがに取らないです。気分屋が来たらもうしょうがないっていう感じですね。であと潰しておきたいのが盗塁アシストあたりかな。で本当にランダムなんで、プルヒッターとね広角打法余裕で両方来ます。だと同じ感じでいくと、ハイボールヒッターとローボールヒッターもね余裕で来ます。ハイボールヒッター例えば先に取っておいた後に普通にねローボールヒッターをコツくれたりするんで、まあ、そこがちょっと微妙なところかな。であとインコースとアウトコースもこれ両方来ます。ちょっと悲しいんだよね。そう体力がないからここはデートしましょう。
まあなんで、ね、初期値もなるべく高めの方がいいんで、まあ、ここはね天才の入部届がね結構合ってると思いますよ、この方法は。俺もねそんな頻繁にね、就職にそうだこいつ手に入るんだったそんな頻繁にね天才の入部届を使うわけじゃないので結構余ってますね。体力が待たないで、ただ赤原はここで体力を回復してくれます。赤原はね本当にね体力回復のイベントが多いですね。で赤骨D52 は無理だよ、精神が全然足んないからね。で穂村ちゃんとのイベントが起こせるんですけれども、まあ無理に起こす必要がないんで、でこれはみやびちゃんの持ってるコツレベル1くれます。でただ経験点はちょっと少なめかな、77なんでもう14しかくんないんで、あとコツレベルもね1でしかくれないんで、とあと定期的にこれ4ヶ月に1回とかかな、あの試合が組まれます。でランクが強い方が試合に勝った時に、もらえる経験点が多いんですけれども、あの自操作ができないんで完全にコンピューター任せですね。で引き分けと負けはもうゼロなんで、ゼロっていうかその自分が活躍した経験点の他に勝った時の経験点とかはもらえないんで、まあ、なるべく勝ちやすい方向で行った方が俺はいいと思います。で上はねイベントが終わっちゃいますね。ちなみにこれ金徳なんですけれども、でここはね真ん中にするとやる気がねちょっと下がっちゃうんですよ。ただ回復しつつ精神50入って、まあ、意外性のコツもつかめると、まあ、なかなかいいイベントだとは思います。まあ、ここは雷の評価も上げつつといったところですかね。 あとね練習レベルはねもう上がんないです。いくら練習してももう練習レベルはこのまんまで、みやびちゃんも、コツじゃなくて体力でいきましょう。これは勝手にコンピューターですね。でコツ用もね経験点使いたいんですけど、自分の能力も上げていかないといけないんで、まあ、どっちを優先させるかっていうところですね。だからねどうしても欲しいコツがあった場合はもうキャラのイベントに頼るしかないですね。パワーヒッター取ろうとしたら、まあ、ちょっとミサちゃん入れるとか。だから狙ったキャラは本当に作れないですね。特にねキャッチャー作るのは相当難しいと思います。キャッチャー丸はもう5まで持っていけないと思うんで、よっぽど運が良くないと。メンタル C67 そうみやびちゃん結構高いんだよねまあ赤原もいるけどどうしようかな。意外性が今でも2なんだよね。2で潰しちゃうか。意外性どこだ。あ行こう。ちょっと回復しつつ経験点をもらいつつコツをもらいましょう。で雷の2回目ですね。まあここも回復はできるんで、やりましょう。そうか、後指はもうだいぶ進んでるからね。で赤原の金徳これで終了ですね。でここでこう何主人公がこのなんていうのカツ丼がどうとかって言われなければ、なんかキーンって打つんですよ。そうすれば成功ですね。でまあ成功失敗はあるんですけど、一応失敗しても1で手に入るんで、大谷くん永久期間大谷くんにするか、雷の48かいけるかな。敏捷が足んないよねどう考えても。いや無理だわ。ちょっと永久期間大谷くんに頼りましょう。ゲッツー崩し、あしまった、ゲッツー崩しも潰していいやつだっけ。もう忘れずに潰しておきましょう。
こはねマジで潰し忘れるんで、またゲッツー崩しかよとかねまたムードかよっていう。逆境はどうしようかな。まあ置いといていいか。さっき多分敏捷ポイントが当たんなかったんだよね。で来てます。 E の46いけるかな。同じところまで行けばね大丈夫なんですよ。いや、いけねえかな。低すぎるな、ミートが。1、2、3、4、5、6。あ、いけた、ギリギリいけた。E46 になったんで、赤から青に変わりましたと。ほい。で、ここで、赤原のミートが35上がるんで、もう次はだから相当上げないと無理ですね。どうしようかな。こっちにしよう。これは体力が減るけど最大値が上がるんで。で、そう、タギちゃんはね確か告白とかで評価上がんなかったよね。で、最初のデートでも確か評価上がんなかったんで、結構ね正月ぼっちになる可能性があるんですよ。あれ、また一人かってなる。だ、最初ちょっと意識していかないと評価がね、お正月足りないことがあるんで。ありがたい、こういうところで評価上がってくれるのも助かるし、上り調子。雷くんですね。まあ、精神に関してはねレベルが3なんで、精神系はね1人入れておくのいいと思います。まあ、のみさんでも全然いいと思うんで。ホムラちゃんがまだちょっと足りないので上げておきましょう。どうだ、おー、いいね。雷もね結構金徳の成功率高いと思うんですよね。赤原はねこれもね回復してくれるんすよ。まあもう12月の3週だから別に良かったんだけど。青コツが来てますね。大谷くん、なんか潰さないといけないのあったっけ。片目打ちはまあまだ置いておきましょう。逆境も置いておこう。ちょっと精神が重い。長寿ラーセはもう取っちゃっていいよね。だから上り調子もちょっと1だときついかな。ほい。で、クリスマスを体力満タンで迎えるのか。流し打ち。ここら辺って体力とか回復したっけ、ランダムイベント。で、なぎちゃんはね結構クリスマスとかデートとかでね成功失敗の判定があるんですよ。で、成功するとコツをくれます。ちょっと待ってね。筋力パワー56か、いけるか。1、2、3、4、5、6といけるね。OK、これは雷でいいよね。よし、で雷のパワーが35上がったんで、これはもう次はまた相当上げないと無理っていう。荒領事の方は回復しておきましょう。チームメイト評価はねもう大丈夫なんで。で、ランクが上がりましたと。ここでまたポイントがもらえて、なぎちゃん入れてると点数が多くなるのかな。あとね回復もしますちょっと入れてない時との差が分かんないんで、入れてない時の差もちょっと貼っときますか。OK 大凶だ。で、みやびちゃん連れてきてるんで、おー、ついてるか。ついてない方がいいんだよね。青骨赤原、ちょっと待ってね、なんて入れたんだっけ、すぐ忘れんな。
9値は1でいいよね。あ、本塁生還、これも2でいいでしょう。よっぽど重くないと基本2で潰しちゃっていいと思います。パワーヒッターとかね、広角打法はやっぱり4欲しいけど、インコースインコースの後にアウトコースとか普通に起こしてくるからな。監督評価低いね。なぎちゃんの評価は大丈夫そうだから、ちょっと一回回復させて監督評価上げておきますか。おお、追加が起きなかった。しかもやる気がない。赤くなってるんで肩39、これはいけるでしょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、そうだからこれがねある関係でね、どうだろうね、やっぱり肩とか守備とかもやっぱり上げざるを得ないんで、そのミートパワーだけ爆上げするっていうキャラクターはなかなか難しいと思います。でここはしっかり点数入りますね。コツ2で掴んで44と、さっき勝てなかったからね確実に行こう、確実に。大谷くんもね、本当に挑戦者大谷くんっていうのがパワープロアプリの方では出てるんですけど、そっちが欲しいよね。挑戦者大谷くんは本当に強い。あ、そっか、しらすは練習試合が多いから別に監督評価気にする必要なかったんだすんません、すんません、あの勝手に監督評価上がっていくんで練習は気にしなくていい、大丈夫ですね。で、どうしようかな、ある程度ちょっと揃えとく。臨床はいいにしておいて、このいいにしておいて、うわぁ、臨床足らんわ。足んないとかあんまりないんだけどさ。だと普通に野手であれば、肩とかやるとね、対応した経験点が手に入ります。で永久期間の大谷くんに関してはどうなの、ちょっと分かんないランダムのような気もするんだけど、でさらに経験点をゲットと。やっぱりね、あんまり強いとね勝てないんですよね普通に。であと、なんていうの、その練習補正みたいなのがあるじゃないですか。練習レベルね1なんだけど、練習レベル補正がね、高いと思うんで、まあ、それなりにねタック稼げますね。波動高校とかってめちゃくちゃ低いじゃないですか、その練習の効果が。それは働いてると思います。でここで固め打ち手に入るんで、固めはもう潰しちゃいましょう。ありがたい。流し打ちももういいよね。で、片目も潰します。なので、まあ、ちょっとね、みやびちゃんと雷が重なってるとはいえ、練習レベル1で大谷くん、まあ、74入りますからね、タックで。みやびちゃんが重なってるから強えんだよな、やっぱり。PSR のね、振り袖みやびちゃん。フラゴで持ってる人はもうマジ羨ましいよね。これはちょっと本村ちゃんでいこう。敏捷が足りてないんで、で青骨、本村ちゃん、大谷だったらこっちかな。経験点がやっぱり違うんで、アベレージヒッター。まあよしよしとしようサーボリグスはねほんとやだ。ストレッチと、あれこれ何、肩か、
これはアベレージヒッターはどうする？技術な、余ってんだか余ってないんだかよくわかんねえな。あー、ちょっと技術使いそうだからな。アベレージヒッターは一旦2で置いときましょう。あとね、インコースとねアウトコースもねすげえ悩むんだよね。今ってインコース2で持ってるじゃん。プルヒッタープルヒッターくれて広角打法を普通にくれる可能性もあるんで、今ちょっと、あ、メンタルね、 E48 いけるんじゃねえの。え、どう ?1234567788 OK で回復しつつもらえると。で E48 からねさらに35上がるんで、これ1回練習するとね結構きつくなるんですよね。高速チャージとか、ショートの高速チャージっているのいらない気がするんだけど、まあ、一応取っとくか。だこれいらないとかっていうのがねなかなか厳しいんですよね。あとそうそうそう、別にレーザービームとか普通に来るんで。でね、コツをね2でくれるっていうところがねまたミソですよね最悪3回掴むことになるんで。フルヒッターとかはねやっぱりね広角打法の方が取りたいんで、まあ、置いとくは置いとくんですよね。どうしようかな。小村ちゃん43だったらこっちの方がいいな。よし、ラッキーセブン。次は回復しないとまずいかな。あー、青コツあるねこれはやっておこう。ラッキーセブン対左もまあ2はきついでしょう。フルヒッターとかいらんわ。あとは逆境もな。そう、ローボールヒッターとハイボールヒッターもね置いとこう。高速チャージはさすがに潰す。高速チャージは結構かかる、直撮りしようとすると。インコースもね本当は潰したいんだけどな。どうしようかな。もうアウトコース来たシーラーねって感じにしようラッキーセブン取る。競争心はちょっと精神を使うから、よし、これでメンタル。プルヒッター4かどうするよ。小村ちゃんのイベントが終わった。まあ、チャンスも置いておきましょう。赤くなってんね守備。あ、E48 いけるな。タックとかどうなってる？まあ別に普通だな。こっち行こう。これでプルヒッターが来ると泣く。内野安打。プルヒッターだったらマジで広角打法の方がいいよ。敏捷が若干足りないんだけどな。内野安打っていくつ使う？31か。取っときたいね、やっぱり。デッドしましょう、ここは。でね、インコースもね、うまくいけばね、デートで手に入るんですよ。まあ、失敗する可能性もあるんですけど。でもな、それを待っててね、またインコースとか来ても、ちょっとそれはもったいないんで。で、また試合ですね。いや、これは C でいこう。もうなるべく、安牌で試合は攻めてきます。いやー、いい経験点くれるよ。で、どうしよっか。あとね、最終的にね、チームデータのところでね、A があると、最後に金徳をくれます。で、4月か。デートまだ2回だよね。まあ、ちょっと詰まるとあれなんで、3回目のデートも終わらせましょう。
回復ねしないところもあるんで、まあ普通に試合だな。ちなみに同点だとね、勝利ポイントはもらえないです。本当にね、勝たないともらえないんで、これだけで終わりっていう。で、赤原、これ通常イベントは2回ありますね。で、2回とも回復してくれます。赤くなってんね、なんだろう。D52、これはいけるぞ。D52 とかだったら全然いける。これがね、やってくるとね、S とか出てくるからね。だって52からプラス35でしょ。そうするといくつになる？上がるのはね、一律だったはず。絶対35上がるんで。出た、プルヒッター。ただもうこれで、プルヒッターは来ない。悲しすぎるぜ。メンタル A83 でしょ。これは無理でしょ、さすがに。で、雷か。で、こういう時になると、要はパワーヒッターとかって、最悪1でも欲しいじゃないですか。どうしよっかな。回復しつつ、A83 は絶対無理。で、チャンスが2でしょ。で、キャッチャーがね、来る可能性があるんだよね。それが悲しいからな。こっちにかけよう。敏捷は足りてないし。みやみちゃん、リベンジ。 OK、 リベンジも2でつかもう。お、これはタック足すね。この青が来ると、まあ、大谷君は永久期間なんで。しまった、リベンジ潰してね。割とある。早急、早急も2でつかむのはちょっときつい。これは体力はね、回復するはず。ありがとう。赤くなってんね。ちょっと待ってね。クールヒッター5とか。いや、5でもさ、やっぱりさ、広角打法の方が全然いいよね。ローボールヒッターどうする？ドロー。ハイボールヒッターが来たら知らん。リベンジ。競争心もね、やっぱり掴んでおきたいよね。で、どれ？またメンタルか。A80。タックに逃げるか、回復するか。赤原ね、ミートコツくれる可能性もあるんだけど、ミートコツってさ、1だとさ、どれくらい軽減されんの？追い打ち、追い打ちは1で掴んじゃっていいか。じゃあ赤原の守備だね。一回ちょっとチェックしないといけないのはめんどくさいけど、それはしょうがないですね。追い打ちは1で大丈夫だね。全然大丈夫。じゃあ守備。ささやき破り。ささやき破りも重たいは重たいからな。総力足りない。敏捷は多分足りないね。今回パワーアピールできたけど、敏捷アピールにしとけばよかったな。これ食って体力回復したっけ？なんかした気がするんだけど、よしよし。ここでも意外性手に入るんだ。またメンタルかい。メンタルはね、マジ無理なんだよ。まあでもやるか。あれ、デートあと2回だよね。キャッチャー、キャッチャーしょうがない。来たら青が来てるね。しかも大谷くん、大谷くんはね、永久期間だから、まあ、結構いいっちゃ結構いいんですよ。連打、経験点の少なさは気になるけど。おお、どうする。また青があるか。でも大谷くんか。だったらちょっとデートで回復させましょう。で、ここでね、うまくいけばインコースが手に入ります。1で。お、ほらほら。あれね、失敗することもあるんですよ。で、シラスはね、こ
からがね、毎週毎週試合が続くんで、で、あ、これはこ、そうか、アプリだからコンピューター、アプリじゃねえ、アプリはコンピューター任せも選べるんですけど、サクスペはコンピューター任せっていうのが存在しないんで、サクッとオンリーっすね。そうだそうだ、なんかブログの方は、どっちか選ぶみたいなことを書いた気がするけど。まあやっぱり能力も欲しいからね、ちょっと揃えていきますか。こんなもんにしとこう。だからやっぱりね、試合経験点ボーナス持ちはかなり重宝します。まあ、大谷くんもね、試合経験点持ちなんで、しらすにはね合ってますね。だから今のところ永久期間はまああんまり出てないんですけど、永久期間ねばっかり入れるとね、やっぱりどうしても経験点がね伸びないんですよね。ずーっとコツができるっていうのは強みなんですけど、1回1回の経験点がどうしても低いんで、永久期間はまあ多くてもね2人くらいがいいと思います。まあ今のところちょっと大谷くんしか思い浮かばないんだけど、あとでね、ナルミとか、あとルシファー枠がね、ほんとどうなるのかっていうのが未知なんで、てか、フルカウントになったな。よーし。あれ先発ってちなみに大谷君？マグロか。変わってないよね。マクロの方が強いのかな。だサクッとオンリーなんで、ちょっとねピッチャーはめんどくさいかなと。でシラスなんで別にチームメイトどうなの上がっていけば強くなるのかな、打撃能力とか。俺投手でやったことないっす、シラスは。なんかすげえストレス溜まりそうなんで、なんか打撃レベルを、打撃レベルって今のこのチームデータね、打撃 B じゃないですか。これってさ、援護バンバン取ってくれるんだったらさ、まあいいけど、どうなんだろうね。デート完了させちゃいますか。え、なんだっけ、ヒントク。あ、ヒートアップだ。そう、骸骨のね窮地をくれる可能性があるんで、でスバル君には妄想の素質があるみたいなことを言ってましたね。わかる。お待たせいたしました。7番めった打ちにしてやんよ、スバル。ギャッハッハッ、点を取られた。ま、なんか援護してくれてるさ感じはないよね。でも今のとこスタートライブはねさすがに無理なんだよね。こいつちょっと尻上がり持ってんだ。最近スバル使ってないからコツとか忘れたな。おー危ない、結局自分しか取ってないか。3本の3打点だもんね。いや援護してくれそうにないな。うわー何にもない、マジで何にもない。どうしよっか、チームメイト妄想する、せっかくだから。でチームメイトの能力が、まあ、ランダムで上がりますと。ちなみにね、総力が A になるとね、確か電光石火だったと思うんで電光石火無理だよね。でも総力 C か今のとこ。筋力パワーは代打の神様だったと思うんで、それがね一番取りやすいですね。で肩はね高速レーザーだったと思うんで、まあ、ちょっとショートには必要ないかなと思う。
で狙ってね金徳を取得するのはねちょっと無理があるんで、どうしてもやっぱり青骨が来たら踏んじゃうっしょ。そこはもう割り切るしかないですね。おお入れてきたか。ちょっと悩んだマジで。V スライダーはね打ちづらいよね。うん、ボールがだいぶ先行するね。点は取られるな。まあしょうがない、俺が点を取れば問題ない。 OK。でもう一回予選があるんで、次が予選の決勝っすね。波動高校っす。総合力 B。 守備か。あそうだよね、経験って全然悪くないよね、練習レベル1にしては。爆速もね割と久々だな例によって久々になるとちょっと打ちづらいからミートは上げておいて、パワー上げときてえなー。いやーでもなー、ちょっと平均的に上げとくか。A に持ってくにはちょっと足りないか。総力は C 止まりかな、そうすると。パワーヒッターがないかな、プルヒッター取っとけばよかったか。いや、ワンアウトランナー一塁という場面で、まだまだ投げた外角高め、チャンスはあるからね。外れてボール、一球外してきました。これは爆速ストレートを見送ってボール、これも外します。やべがいるからめちゃくちゃ警戒してるね。打ちました、これはいい当たり。よーし、とりあえず1本。シラスリードで迎える3回です。ノーアウトランナー一塁、爆速狙い、 OK。 これは強烈、久々の割には打てる。シラスリードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている。ほら、よしよしよし、上げた甲斐があった。シラスリード、まだ投げてんのかよお前。今日3打席連続でホームランを放っている。ほら、どうだ、強い、オッケー。シラス、なんとなく体が覚えてたか、爆速のタイミングを。青骨とかは別に甲子園行ったとしても出ますね。小村ちゃん、なんかあったっけ。2で置いとくでしょ、送球も置いとく。アベージヒッター、取っちゃうか。フルヒッターかーみたいな、めった打ちもちょっと取っちゃおう。満塁男欲しいね。そう、赤原はねちょっと骸骨をね自分で用意できないっていうところが、まあ一つ欠点ではありますね。連打も2で取ろう。焼き破りか、精神がなくなってきたのかな。ヒートアップ取るでしょ、情熱エール、いや精神足りねえなこれ。大丈夫か、なんかの金徳が取れなそう足りなくて。もうあとはちょっと置いとくか。A になってるものがないんだけど。お待たせ。球児だ。バッターは岩永。第9投げました。あ、早かった。引っ張りすぎてしもうたか。ちょっと今度は意識しすぎて振り遅れた。第3球を投げました。アウトコース低め。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。あ、無理。今のフォークは無理だ。打てん。最初の2球でちょっと勝負を決められなかったのが敗因だな。先頭バッターは3番、いいって別に負けたわけじゃないんだけどさ。ホームラン打ちたい。これはちょっと悩んだけど、切った。
もう一本もう一本ユミバに変わっとる。今日3打点を挙げています。第2球投げました。ほらダメか。第3球を投げました。あー無理だ。こいつ奪三振持ってんのかよ。しかもこれはストレート、インコース早かったか。絶好球だったのに。よし、オーケーオーケー。お、青来てるね。大谷くんか。どうする。経験点も欲しいっちゃ欲しいんだけどな。いや、こっちだ。パワーヒッターのこと欲しいね。くれ投手か。あとパワーヒッター、そのイベントで手に入れられるやつって誰。おい、ちょっとミサちゃんくらいしかすぐパッと出てこないんだけど。お待たせ。さあ頂点に、さあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で不評くれたけど大丈夫か。知らずこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは茨城、今日3打点を挙げた。あー、ボール球だったかね今の。茨城タイミング的には全然良かったと思うんだけど、打球の伸びがなかったから多分ボール球だったんだな。おい、めちゃくちゃ点を取られている。多かったさ、158キロあるし球速。ちょっと危なかったね。あ、最後練習できるかな。できなそう。青が来てる、青が来てる。やりたい、2パー。どうする。肩でまんべんなくもらっておくか。パワー来た、くれ。ラッキーボーイ。そうか、もうしょうがない。で最後は暁台ですね。結局 A になったらなかったな。ちょっとじゃあ見ていきます。プリヒタドロー、もうしょうがない。まずは金徳を優先させて取ろうとすると足りんわ、精神がマジで足りんわ。これどっちか捨てないと無理だな。そうか、競争心が結構厳しいんだよな。ラッキーボーイ、せっかく4になったからこれはじゃあ取っときますか。逆境は無理だね。ってことは、まあ肩を上げてパワーを A にしとこう。で走力上げられるか。シラスはね、ただね、この爆発力って考えるとこう一発逆転的なものがないんで。バッターは茨城。あ、コツ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 青コツを踏んでいくみたいな。しまった、打ってしまった。少し意識しすぎたか。投げた、打ちました。一ノ瀬くんもね、甲子園に来るとねめちゃくちゃ変化球投げてくるんでちょっとめんどくさいキャラっすよね。地方大会とかだと割とねコンピューターレベルが低めになってるんでストレートを織り交ぜてくるんですけど、甲子園決勝になるとねコンピューターレベル高いんで打ちづらいキャラではありますね。これはストレートだ。負ける。知らず大展開で迎える6回です。先ほどホームランを放った茨城ボール、赤月大付属、ここは引っ張りに警戒します。プルヒッター持ってるとさ絶対引っ張りに警戒してくるよね。第3球を投げました。なんで俺がプルヒッターを持っているっていうのがこう分かるんだろう。投げました、打ちました。こういうストレートをなるべくこう外さないとか思ったらもう怒りに勝って、いきなりピヨってるし。
ネクストバッターサークルに控えているのは赤原。これもそうだよね。内角低め、カウンター2ボールのストライク。投げた。イカリはね、割かしストレートは投げてくるキャラだと思います。知らず速球中心とか持ってたっけ、あいつ。シラスはね、まあ、野手であれば安定的に経験点はね出せると思います。ただやっぱね、パワーヒット広角欲しいなとか、これとこれとこれつけてーなーってなると、やっぱりコツはね、ランダム性が強くなっちゃうんで、なかなか難しいですね。そう、なんか全体的に見ると結構強いキャラっていうのは作りやすいですけど、まあ、それがどういうキャラになるのかっていうのはね、どういうコツが来るかになっちゃうんで。精神ポイント足りないね多分。あ、そうか、大谷くんも最後エピローグちょっとくれるんだっけ。でここでね、 A があるとなんか金徳くれるんですけど何もくんないで終わったな。まあ8000は超えましたねと。でも400あるか、情熱エールと切磋琢磨。競争心のコツがないっていうのが痛いな。もう一気に85まで減っちゃったよ。じゃあやっぱり肩上げるしかないよね。精神を使わない肩を上げて、でせっかく早球取ったから早球を取るでしょ。で対左も精神使わないか。チャンス1欲しいんだけどな、無理かな。対左もう1個取っとく。盗塁を取っとく。あとは広角打法、いや広角打法を取っとく。プルヒッターがダメになるのか、それはさすがに。もったいない。気迫ヘッド取んないとね。敏将がちょい余ってるってことは、敏将系を1つ取っておきますか、直取りで。打開、打開はでもな、使うのか。速攻精神使わないから。でさらに打開取る。これでわりかし平均的。あとはまた肩とか、あ、送球がもう一個いけんね。よし、で揃えていきますか。うん、これ使ってこれ使って終わり。はい、という感じですね。まあ、どうしても特殊能力がね多くなっちゃうんで、スライドさせないといけないんですけれども、まあ、シラスはねやっぱりその高校としては、かなり強い高校に、なると思います。あとね、やっててまあ面白いよね。あとそんなにね、その時間がかかるようなあのイベントではないんで、まあ、サクサク、やっていけるところもいいですね。まあ、多分当分はもうシラスメインに、なると思います。あとは、まあ、永久期間大谷くんとかをどう使用していくかというところですかね。というようなところで、じゃあ今回の動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。